おはぴよー、どうもひなぴよです。それでは本日もクロエのレクイエム実況プレイ始めていきたいと思います。これ2回目の収録ですね。ちょっと寝起き、バリバリ寝起き。だけどなんか逆にこの方がテンション高いから怖がらずにクロエ撮れるんじゃないかなと思って今撮り始めました。あ、動かなくなった。おーい。こういうホラーやめて。よいしょ。はい、動いた。オッケー。あれだよね、クロエお嬢様の晩餐会に出ようみたいな感じだったよね。よし。D さんに話しかければいいのかな、これは。いらっしゃいませ、ミシェル・ダランベール様。私はこの館のメイドです。あなたをクロエお嬢様の晩餐会にご招待いたします。招待受けよう。それでは、準備が済むまでお席で少々お待ちくださいませ。あ、なんか出た。なんだこれ。メニュー表が書いてある。お、なに。指と歯のオードブル、髪の毛のサラダ、心臓のエキス、目玉のマリネ、はぁ、血液のシャーベット、臓器のステーキ、脂肪の塊、体液ティー。全部まずそう。なんだこれ。そりゃそうだわ。まずいな、このままじゃ。あ、そうか、わかった。羽とペン、羽とペンじゃない、羽ペンとインクかな。羽ペンとインクあるよね。これを使って書き換えるとか。あった。メニュー表書き換えますか。書き換えます。順番、わかんないっすね。ちょっと待って、あれ、私なんかメモしてた気がするぞ。よいしょ。でもメモしたって言ってもそういう順番メモした記憶ないんだけど。ドゥンドゥンドゥン、スープ、パン、デザートしかわかんない。ちょっと待って。うわ、でも前菜が最初じゃない。前菜、何グラニテって。コーヒー、紅茶は最後の方だった気がするよ。なんか体液ティーが最後だった気がするから、スープ、あれ、魚料理と肉料理ってどっちが先だろう。マリネって、いや関係ないか。うわ、ちょっと適当に読んじゃったな、さっき。魚料理、肉料理な気がするんだけど、個人的には。おっと、もうデザートになっちゃうの。あ、間違ったようだ。ちょっとまず見よう。オードブル、サラダ、心臓のエキス、目玉のマリネ。いや、こんなんじゃ順番わからんよ。心臓のエキスって元のネタなんだよ。ちょっと写真撮ります。血液のシャーベット、臓器のステーキ、脂肪の塊、体液ティーで、これを書き換えるでしょ。オードブル、オードブルってなんだ。指と歯って何をモチーフにされてんだ。とりあえずじゃあいいのかな。サラダだから前菜。エキスはスープのことかしら。肉料理かな。あ、間違、あ、間違ったら間違ったって出るの。あ、そう。あ、じゃあさっきまで途中まで合ってたんだ。すごいね。前菜、スープ、じゃあ魚料理、ここでなんだ、グラニテってなんだ。グラニテで合ってんだ。グラニテ、これ血液のシャーベットか。あー違う。あ、やべえ、ハートが2個になってる。ちょっとこれもう一回間違えたら行こう。書き換え、前菜、スープ、
魚料理、グラニテ、肉料理、なんだデザート、やべ、クロちゃん、クロちゃん、あ、やべ、これ話しかける間もなく始まると、あ、あああああ、なんだ今のメニュー、え、やべえ、これちょっとラスト間違えたらこれ普通に発狂するじゃん。待ってね。前菜、スープ、魚料理、グラニテ、肉料理、チーズ、デザート、コーヒー、紅茶、メニュー書き換えた、しゃーよし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 。でもハートが1なんですけど、これで、あ、でも、あー、よかった、あー、ごめん、こっちこそごめんね、ありがとうね。ちょっとこれでセーブして、これでセーブして晩餐会始めるのかな。おお、いいんだよね、左からだよね。はい、ミシェルの席、席に着きますか。え、これって先に席ついていいんだっけ。いいんだよね、着席が左から席に着いた。はい、で、あ、クロエちゃんも来た。で、おお、人だま。それでは料理をお運びします。大丈夫だよね、メニュー表書き換えたからね。ナプキンを広げますか。あー、あとナプキンは主品の後って書いてある。ナプキンを広げたので、ナプキンを広げると、広げた。この適当なメモで大丈夫か。うん、これとっても美味しいの。よかった。うん。お次はここでしか取れない特別な魚を使いましたムニエルでございます。うん、なるほど。どうやら骨付き魚のようだ。魚はひっくり返しちゃいけないって書いてある、ナイフで。どう、どう、お、何？ひどい腹痛だ。これ以上食べるのは無理だ。マジか。ナプキンをたむ？え、書いてない。あ、食事中の離席、きちんと畳んで椅子の上。畳む。畳んで、もう一度きれいにナプキンを畳む。だよね、これきちんと畳んでって書いてある。え、あ、すいませんでした。ナプキンを、え、これ食事終われってこと？あ、軽く畳む、左に置く。あ、これもう食事終わりってことなのね。食事中の離席って言うから。終わった。お疲れ様でした。腹痛の件はどうか無礼をお許しください。あなたにクロエお嬢様を救う資格があるのか、それを確かめたかったのです。一回間違えちゃったけど大丈夫？私はこの姿になってからもクロエお嬢様のことが心配で、ずっと見守っておりました。 D さんいい人だな。お嬢様は今強くなりすぎて制御のできなくなった呪いに苦しめられているのです。どうかお嬢様をお救いください。私には見守ることしかできません。これをお持ちください。カプリーヌ
24番の楽譜。おお。あなたのその腕できっとクロエお嬢様を解放なさってください。どうかよろしくお願いいたします。めっちゃいい人やんけ。で、じゃあちょっとセーブして、あ、ま、うん、まあ、いいか。クロエちゃんに話しかけてからセーブすればよかったなって思った。ねえミシェル、笑ってみて。うん、やだ。何言ってるんだよ、バカじゃないの。クロエバカじゃないわ、本気よ。そう、ああこういう感じになるのね。で、装備か。こんなんじゃ演奏できないわね。羽ペンとインクをじゃあバイオリンにして、金槌を、カプリーヌで OK かな。弾く。あ、これなんだ。ミシェル、なんだ。ミシェル、お前すごいよ。僕も負けてらんないな。お前のそのバイオリンに僕がピアノ、一緒にたくさん演奏しよう。そうしたらきっととても楽しいだろうね。誰だ。すげえなバイオリン。ん、誰。金髪の男の子かな。11歳の子供がこれを目の前で見ても信じられないな。パガニーニな、ん？パガニーニだぞ。私でも弾けないのにこんな子供が。天才少年か、大したものだな。そっか。やはりピアノはない方が映えるな。確かにだ、ピアノのレベルが追いついていないからな。まあピアノもあの年齢の子供にしてはよく弾けてる方だと思うが。やはりミシェルと並べてね。なぜ彼の演奏はいつもあの伴奏なんだ。大人を雇えばいいじゃないか。仕方ないさ、本人たっての希望なんだから。弟の伴奏でなければ演奏しないとダダをこねたらしいぞ。ミシェル君、弟いたの。弟君がピアノ伴奏者だったんだ。天才といっても子供だな。弟ピエールだったか。双子だし仲がいいのはわかるんだがな。はあ、ピエール君辛いだろうな。お兄ちゃんとずっと比べられてんだもんな。いやでもお兄ちゃんは弟が好きなんだろうな。疲れた。アイコンつか立ち出る。あ、かわいい。あ、髪結んでるのね。さすがに連日は疲れたね。ほんとだよ、もうバイオリンなんて弾きたくない。まあまあ。みんな君のバイオリンを褒めてたじゃないか。聞こえたろ。全然何も聞いてなかった。あ、そう、お前はいつもそうだな。興味ないから。だれ、なんだ。召使い、メイド。新しいメイドさん。はい、その新しく入ったメイドです。シャルロットとお呼びください。シャルロットちゃん、ちょっとテレ屋さんつか恥ずかしがり屋さんなのかしらね。そうなんだ、僕はピエールだよ。こっちはミシェル、よろしくね。よろしく。ミシェル坊ちゃまですか。わあ、一目惚れされてる。何。あ、いえ、なんでもないです。それでは失礼します。はあ、
ふむふむ、なるほどね。なんなんだよ。別に、さっきの子、お前をずいぶん気に入ったみたいだな。はあ？何言ってるんだピエール。ま、僕には関係ないからいいけどね。ああ、面白くなりそうだな。三角関係ってやつ？いやでもピエール君興味なさそうだったな。なんだ。てかこれミシェル君の過去なんだね。へえ。いつもクロエちゃんの過去なのに。あ、え、何？お待ち伏せですか？怖っ。何？あ、いえ、なんでもありません。あの、坊ちゃまは練習に行くだけ。そうなんですか。頑張ってくださいね。仕事に戻ったら。失礼しました。まあミシェル君は興味ないんだろうな。あ、動ける。セーブしよう。なるほど。ここがじゃあミシェル君の部屋なんだね。あ、入れる。ピエールはいるの？あれ、ピエールもいない。こっちがピエールの部屋かな。相変わらず熱心なの？ピエールが勉強。おー、偉いね。なるほどね。激しいな。ピエールの服。ミシェル君が天才少年だとしたら、ピエール君は秀才だったんだろうね。頑張ってたんだ。本当に努力して手に入れてたんだな、この実力を。いや、まあ別にミシェル君が努力してないとは言ってないけど、追いつこうと頑張ってるんだろうなって感じ。あれ、なんかこの感じの内容の絵本読まなかったっけ。でもあれ女の子か。こっちは何？今こちらに用事はない。こっちは、こちらに用事はない。こっちか。お、やっと来た。遅いな、もう。ピエール君は先に練習している。ピエール、君はいつから？3時間は前からいたよ。わお。まったく、ミシェルの練習嫌いにも困ったものだな。合わせる僕の身にもなってくれよ。あ、勝手に動いてる。まあいいや、合わせ。シャルロット？なんでだよ。ほら、どっか行けよ、お前仕事しろ。君、仕事に戻ったんじゃ。あ、そうなんです。けど、あの。あ、そうか。ここを掃除するんだね。なるほどね。はい。なるほど。はあ。ミシェル君嫌いなんだね。それじゃあ気を取り直して。時間経過したのかな。お、夜だ。もう暗いし、これくらいにしようか。そうだね。それにしてもさすがミシェルだよ。ほとんど練習してなかったのにあれだけ弾けるなんて。僕はまだまだ練習しなきゃ。それじゃあ僕先に行くよ。これ夜さ、ちょっと仮眠取ってもう一回練習するとかしてんじゃないの？ポッチャマは行かないのですか？別に、なんとなく動く気になれないだけさ。ポッチャマはすごいです。あんな美しい音色、初めて聞きました。そうかな。すごいですよ。私、感動しました。ポッチャマ、私、坊ちゃまの演奏がとても好きです。ああ、そう。興味なさすぎるでしょ。じゃあ
僕行くから。はい、うん、あ、行くのね、オッケー。うん、お、そういえばさ、あ、そういえば君か、そういえば君いくつなの？僕たちと変わらないみたいだけど。あ、13です。働けるようになったので雇っていただいて。またケチったんだな。なんでしょう。別に。なるほど、人件費みたいなのを、ほら、若いから安くてもいいみたいな感じなのかしら。あの高校生料金みたいな感じ。お、いるじゃん。はあ、どうしたの？いや、なんでもないんだけど、ちょっと勉強に詰まってね。相変わらず真面目だな、ピエールは。ミシェルも勉強しなよ、また先生に怒られるよ。めんどくさい。そのうちね。もう、やればできるのにやらないんだから、ミシェルは。なるほど。で、演奏もせず勉強もしないミシェル君は、一体何をするんだい？僕もう寝るよ。ずいぶん早いね。まあいいけど。おやすみ。寝るのね。オッケー。なんか、心配だよ、私はピエール君が。はい、あれ寝ないの？あ、もう寝ます。寝る寝る。おやすみ、ピエール。おやすみ、ミシェル。ピエール君にだけは心を開いていたのかもしれないね。こう、感じ的に。坊ちゃま。え？うわ、寝起きを。てか、予備？あ、だ、違った、びっくりした。な、何？旦那様がお呼びです。ですから。起こしに来たわけね。わかったよ。はい。どいてくれる？あ、すみません。いやー、なんかやだなー。怖いね、なんかストーカーみたい。僕が何か。いえ、何でもありません。ありません。あ、ありません。どうでもいいけどさ、君まともに話せないの？すみません。あれか、ミシェル君とだと緊張して話せないんだね。ピエール君いない。あれ、なんかバラバラになってない？これ全部書いたのか。何時に寝たんだあいつ。泣きそうになってきたわ。ピエール君、君偉いよ。やあミシェル、遅かったね。なあピエール、最近妙に視線を感じるんだ。誰かに監視されているような。それはおそらくシャルロットだね。あの子いつもミシェルの近くをうろうろしてるから。そんな顔するなよ、お前を慕ってるんだ。可愛いじゃないか。ピエールにはわからないよ、メイド変わらないかな。そこまで言わなくても。そういえばミシェルも父様か、父様、うん、ミシェルも父様に呼ばれたの？そうだよ、ピエールも。まあさっきちょっとね、シャルロットは起こしてくれなかったよ。いや、そう、露骨に嫌そうな顔する。どっちだろう、こっち、あ、違う、こっちか。じゃあ、ん、父ちゃんはどれだろう。なんか動いてるやつじゃなさそうだから、この人に。ちょっと見知らぬ人。ああ、君がミシェル君か。噂は常々聞いてるよ。いや、何、君の父親とは古い友人でね、お邪魔させてもらっているんだ。うん、あ、待って、これ話しかける前に、時間いい感じだな。ちょっと今日はこれで終わるか。じゃあ次、父親に話しかけるところから始めましょう。ということで、じゃあ次回に続きます。オスピオです。ピエール君かわいい。